ハワイホットスポットは、ハワイ島近辺に位置する火山性ホットスポットである。世界で最もよく知られ、研究されているホットスポットで、そのマントルブルームは 5800km 以上に及ぶハワイ天皇宮間列を作り上げた。これらは4つの活火山と2つの旧火山、そして123以上の死火山からなり、その多くは波による侵食を受け替え山化干渉となっている。 この山列はハワイ島の南からロシア島端付近のアリューシャン海溝まで伸びている。ほとんどの火山は地殻プレートの境界の地質学的活動で形成されるがハワイのホットスポットはプレートの境界からは遠く離れている。1963年に都蔵ウィルソンが単独で初めて提唱した古典的ホットスポット理論ではその場に定着しているマントルプルームが 火山群を作り、太平洋プレートの移動によりその供給源から切られ、次第に不活性化していき最終的には、数百万年の侵食を受け海面下に没していくと説明された。この理論によれば、天皇宮まれとハワイ諸島との間の約60度の屈曲は、太平洋プレートの急激な動きの変化が原因である。2003年、新たな調査により、 ホットスポットは移動性で定着しておらず、4700万年前の屈曲はプレート移動ではなく、ホットスポットの動きの変化によって引き起こされたというモバイルホットスポット理論が提唱された。ハワイの先住民たちは探検により、北に行くにつれて火山の風化が進んでいることを認識していた。ハワイの火山と海水との戦いは、ハワイ神話の重要な要素で、 ペレはその火山の女神である。後にヨーロッパ人がハワイ諸島に進出すると1880から1881年にジェームズ・デーナは先住民による長期間の観測との関連性を確認するためホットスポットの火山岩の正式な地質調査を初めて命令した。1912年には火山学者のトーマス・エイジャガーによってハワイ火山観測所が創立され、 島の持続的な科学的観測が始められた。1970年代にはハワイの海底の複雑な地質を調査するマッピング計画が開始された。ありがとうございます。